この NSC、えー、国家安全保障会議、これあの前回佐藤さんにこの番組にご登場いただいた時っていうのは、この大きな役割っていうのは一つなんだと。そうです。はい。要するに、あのー、日本が究極の事態に行った時に、<え>外交交渉を続けてこの問題を平和に解決するのか、それとも力に訴えるのかと。うん、端的に言うと、戦争をやるかどうかということを決める。 このための最高政治意思を決定する機関で、うん、大日本帝国憲法下の、ちょっと難しい言葉ですけど、統水権。はい、統水の水っていうのは、教師の死の右側の上の棒がないやつですね。はい、統水権。 っていうものを、あの、事実上行使する機関なんです。そうすると、一部今、特定秘密保護法に反対する人が、治安維持法が再びやってくるんだっていうことを言ってるんですが、これは違うんですよ。どうしたか治安維持法っていうのは、日本の政治体制を変えようとする政治運動を規制する運動だったわけですね。そうじゃなくて、軍事秘密、えー、それから技術的なもの、政治的なものを、あの、お守るっていうことですから、戦前の、 軍機保護法、うん、それから国防保安法、こういう法律があったんですよ。うん、これも結構暴走してひどい法律だった。うん、その危険性っていうものにギついて議論しないといけないんですよね。うん、で、その統帥権を、まあ、持つことになるであろう、この、えー、NSC、国家安全保障会議の事務局長として、はい、まあ、国家安全保障、国家安全保障会議事務局、保障局ってはできるんですかね。はい、あの 今の特定秘密法が取っちゃうと、情報の流れがものすごいおかしくなるんですよ。うん、これどうして議論してないのか私不思議なんですけどね。うん、あの、クリアランス、適正評価っていうのがあるんです。うん、例えば、お酒の癖が悪いとか、うん、あるいは何か日本と敵対国との、あのー、関係のある人が奥さんだとか、うんうん、そういうことだったら適正評価から外されちゃうわけですね。うん、それはう確かにそうだなと思うんですよ。うん 適正評価、政治家かけないんです。うん、そうしたらどういうことになると思います例えばアメリカの CIA から情報をもらう。うん、イスラエルのモサドから情報をもらう。うん、イギリスの MI6, いわゆる、本当は秘密情報部 SIS って言うんですけどね、うん、情報をもらう。その時に適正評価を経た人以外に見せないでくださいって言われるわけです。うんうん、そうしたら、機微に触れる本当の秘密の情報、NSC の情報っていうのは、総理大臣にも、 官房長官にも防衛大臣も外務大臣も見せられないんですよ。うん、だって、そういう約束でもらうわけだから、うん、適正評価減ってないわけですからね。うん、政治に上がらないんですよ。うん、そうすると、官僚の情報独占になるわけです。うん、今、そういう仕組みの法律なんですよね。うん、だから僕、この法律まずいと思う。うん、でも、その時にじゃあ重要になってくるのは、その情報を全部まとめたところで、実はこれはこうなってますよと、具体的なこの情報源ですということは言ったらいけないと。 それをまとめた紙を作って報告をするのが国家安全保障局長。この事務方の責任者なんですね。だからこの人、ここに変な人がいたら、日本暴走して戦争に進んだかもしれない。あるいは逆に危機があるにも関かかわらず決断ができなくて、あの、侵略マネージャーかもしれない。ここが鍵を握る人になっちゃうんですよ、事実上。